創業115年、店内工房のあるジュエリーマーの篠原です。今日はですね、指のサイズの測り方についてお話をしたいと思います。通常ですね、お店に行くとこういった3ミリ幅の、サイズゲージが置かれていると思います。そうですね、お求めになるものが3ミリ以下のものでしたらば、このサイズゲージでジャストサイズのものを測ってそのサイズでお願いすればいいんですけど、こういった4ミリ幅のものですとちょっとサイズが変わってきます。実際篠原の薬指でちょっと取ってみますね。こちらの3ミリ幅だとこの9ミリで、通常は取ってるんですけど、4ミリになると、9.5 番で篠原は注文します。こちらのですね、5ミリ幅の少し幅の広いタイプになると9番ではとてもきつくて、まあなんとか入ったとしても多分抜けないと思います。ですので、9番ではなく1番アップして10番のサイズで注文をお願いします。マーノの工房の方ではですね、 0.5 番刻みの細かなところにも対応してますので、その辺はですねご相談いただければ良いかと思います。